スクラボーの覚え方。さ、スクラボーちゃんは SVL レベル12でパスタン頻度 C ですか？覚えてないアホはいますか？パスタン乗ってない、パスタンのもう噛んじゃったよ、もう。なあ、やる気なくす。ど頭から噛んじゃって、もう何もなんだよ。パスタンに乗ってんのに、パスタン C まで覚えてないアホはいますかつってね、もう本当に。もうド頭から噛むってすげえやる気なくすんだな、なんかな。もう一気にもうなんかもうテンションダウンだよ。もうそんでね、ちょっと再生数見てね、もう100もいってないとね。もう今度、もう何やってんだろうっつってね、毎日思うわけだよね。なんでしょう、スクラボーちゃんね。限界だ。もう限界だって、もうほんのに毎日言ってるんだけどね。また今日もダメージ受けてね。もうやる気の限界だ、つってね。こういう時私がね、どうやってモチベーション回復してるかわかりますか？あのね、最近はね、あれなんだよね。大愚王将っていうのを見てんだね。もうこれな、もうなんかクリックしたくなるでしょ、なんかこのサムネ、金かけてんなっつってな、もうね、知らない人はね、見た方がいいですよ。もう本当にね、メンタル弱った人はね、食い物にしてますから、もう本当に、もう本当ね、こういう積極臭いやつね、見るの好きじゃないんだけどね、この人ね、すごいね、なんか声がいいのよ、声が。で、なんかもう人も良さそうでしょ、なんか。もうでね、ついついクリックしてね、見ちゃうんだけどね、もう、本当にね。結局ね、こういう人にね、こうやって、こう、YouTube の再生数がどのこうので、もう本当に1日50円しかもらえなくて、もうどうしようもないんです、つってこうやって、俺がさ、こうやって相談するじゃない。で、実際したらね、やっぱりね、クソして寝ろって言われて。クソして、禅の言葉に、クソして寝るが候とあります。とか言ってたね。スクラブルで。自動詞でね、まあ、手探りで探したりね、どうひっくり返したりとか、ごちゃごちゃやったりとかしてね、探し回ることっつってね、アバウトとアラウンドがつきますよ、つってね。で、さらに目的語つけたい場合は、フォーつけてね、つってね。あるいは場所をだったらスルーでもいいんじゃないですか、つってね。もう一回言っていい、もう一回言っていい。本当にね、こうメンタル弱ってる時になんかこういうのがおすすめにポンって出るな。もう何の意味もないよ、こんな見ても。やっぱりね、一番意味があるのはね、これですよ、バークレーハウス英語試験対策チャンネル師匠ですよ。さすがね、さすがですよね、師匠ね。見て、これ。どんだけ金かけて139回なのつってね。誰だ誰だ俺ね。もうちょっとレベル下げて。高校生とか、TOEIC受けてる人向けに単語のレベル下げたらどうですかとか、もうなんかもう説教してくるやつ。これ見ろっつってんだよ、ほんとによ。3週間前でお前139回やぞ、お前。もう、しかも悲しいかな、悲しいかな、ほら、もう6810人いるのよ。これでよくあれだよな、もうメンタルやられないよな、これ、本当に。すごくないこれ。ねえ、こういう先人がいますからね。俺も頑張んなきゃっつってね、今日も動画作るんですけれどもね。覚え方こう。Scramble to find gold and scramble around.金を見つけようと先を争い、探し回る。ねえ、綺麗ですね。この例文ね。まあ、若干ね、スクランブルトゥファインドゴールドスクランブルアラウンドフォーゴールドの方が、言いやすいかなと思ったり、思わなかったりね。どっちにしようかなって言うの。ファインドゴールド、スクランブルアラウンドフォーゴールドって。ゴールド2回言ってもなーっつってね。だからまあ、地味にね、ファインドゴールド、スクラブルアラウンドで、どうで終わってるからまあ、これでもいいかっつってね、やってるわけですけどもね。もう本当に1日50円。本当に1日50円よ。
もうだからあれだよね、この動画もさ、ほら、まずサムネをプロに発注するじゃない。そんで、この箱を借りるじゃない。そんで もうな、これピコーンとかな、編集してな、もうライティングもしっかりやって、もうきっちりマイク立ててな、139回でしょ。これに0.2かけて、0.2かけて、これ。こんだけやってよ。こんだけやって26円。もう、ダメだ。もうな、もうダメだって、つってな。もうそういう時にね、もう何が出ると思いますか？ポーンつって、私のおすすめに。大豪商ですよ。本当に。なあ。もうすごいよな。こんだけな、手の込んだな、こんなんやってな。こんなサムネやられたらもう絶対クリックするじゃん。もうね。ちなみに私は結核を患っております。ね。ホスピスから。ホスピスからね、動画を上げてるんですけれどもね。やっぱこういう人来ますよ、ホスピス。ホスピスにね。まあね、こういうこと言ってるとね、もうどん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 再生数落ちちゃうし、登録者も全然増えないんだけどね。しょうがないだって。しょうがない、再生されないんだから。もうこうすることしかね、もう私の楽しみないんだから、もうね。2個目の例文言っときますからね。まあなんか、若干なんかこう探し回る感じがね、爪を立ててこうカリカリ、なんていうかな、こういう感じで、こういう感じで手探りする感じがね、なんかスクラッチやらスクラブやらと、なんか親戚かもね、なんつってね、言ってましたけれどもね。もうちゃんと例文たくさん、もう例文なんかもうちょっと検索すれば、もう腐るほどもう新聞記事で出てくるんだから、もう例文を見て覚えなさいよ、もうこんなしょうもない覚え方見てないで。ちなみにこれはね、なんですかね、スクラブルっていうゲームがあんの？なんかボードゲームみたいな。もうそれがやたら有名でね、普通に検索するとそういうボードゲームの話題ばっか出てきちゃってね。え？そのゲームの画像よこせですか？ 1 日？ 1 日50円でやってるっつうのに？もう。勘弁してよ、1日50円ってさ、もうちょっと冷静に考えてよ。もう小1がさ、まあ、洗濯物畳んで タンスに入れたよっつったよね。ああ、助かったわ、はい、50円でしょ。そのレベルよ、50円って。もう本当にな。なんかこれがね、スクラブルっていうゲームらしいですけれどもね、こうなんですかね、この、何？この、ちゃんとこの単語になるように、文字のカードみたいな、そういうのを探すから、スクラブルっていうんでしょうけれどね、これね、やったことある？これ。もうなんていうかな、なんか、いわゆる上級国民はこういうのを、幼少期にやらされるのかね。なんか藤井四段とかさ、もう何、ちっちゃい子でなんかこう囲碁でさ、ね、ちっちゃいのになんか囲碁でプロになったような子ってこういうのやらされてそうだよな。概要欄のリンクから例文をチェックしよう。ユーグリッシュとかアルクとかケンブリッジディクショナリーとかいろいろリンクを載せてるよ。再生リストから復習もしてね。